さあ右のバッターボックスに吉川が入りまして試合が始まります。マウンド上が広瀬学人であります。いよいよ始まります。1回の表、まず塁に出たい吉川であります。初球鋭いストレート、まずはストライクです。まあ、吉川君はだいぶ振れてますからね。そうですね、はい、約5割近いアベレージ今大会誇っています。さあ投球は今度は2球目です。ピッチャー返し、セカンドの横回り込んで一塁はどうか、間に合った、ワンアウトです。いいプレーが出ました。玉木から一塁の小田村、よく回り込みましたね。そうですね、素晴らしいあのフットワークですね。そうですね。さあ2番の高橋蔵之介が入ります。デッドポジションからの投球、広瀬学人、ストレートがなかなか力強いんじゃありませんか。いいボールですね、はい、コースもいいとこ行ってますね。そうですね、低めをついております。ストレートは138キロと聞いています。右に持っていきます。この当たりライトへの当たりです。落下点取りまして2アウト、折り待ちです。増岡バッターボックスに入ります。2アウトランナーがありません。1番の吉川をセカンドゴロ、2番の高橋をライトフライに抑えています。ツーボールツーストライクです。うん、見逃しの三振、ね、いいですね、はい、その球が出ました。見逃しの三振であります。三者凡退です。さあ右のバッターボックスに岩田和真が入ります。東海大菅生高校、打った当たりはこれはどうでしょう。ライトへの当たり、ほぼ正面です。ライトはキッカーです。ワンアウトです。バッターボックスにはキャプテンの玉木が入ります。ボールが3つ、フォアボールだけは避けたいところですね。そうですね、足も速いですからね。そうですね、はい、さあ投球は今度が4球目です。うーん、ストレートのフォアボールとなりました。これちょっとどうご覧になりましたか。ちょっとワンアウト取って、はい、ちょっと意識的にちょっと余裕がちょっと出ちゃったかなっていう感じもこう見受けられるんですけどね。あ、なるほど、はい、一塁ランナーはフォアボールの玉木、足があります。おっとランナー走って、これはどうか、タッチはアウトです。これはうまく刺しましたね。そうですね、はい、ちょっとスタートが遅れましたかね、はい、なるほど、ボール自体はちょっと僕はカーブに見えたんですけど、さあ2アウトランナーなしになりました。マウンド上の奥山です。空振り、さあこれでストライク先行させます。ワンボール2ストライクです。ただ一発のある選手が続きますんでね、うん、警戒しなくてはなりません。3番の森下、変化球高く上がった、ファーストが手を挙げます。おっと、どうしましたかね。あ、ちょっとあの、ボールのですね、はい、真下に入りすぎますね。あ、そうでしたか、はい、一歩前ぐらいにボールを置かなくちゃいけないんですけど、真下に入るとボールの変化についていけなくなる場合があるんですよ。多分それだと思います。今なるほどね、はい、こういったか後がちょっと怖いだけにね。そうですね、はい、変化球高く上がりました。この辺りはどうか、ショートです。回り込んで取りまして3アウト、結果的には三者凡退です。3回の裏です。東海大菅生高校の攻撃です。センターがご覧のように浜田翔輝に変わっています。空振り三振です。このままの状態をキープしたいんですよね、はい、そうですね、はい、はい、一巡しましてのバッターボックス岩田です。奥山君としましては低めに集めることですか。そうですね、もうそれに徹した方がいいと思いますね、はい、打った当たりセカンド回り込んで一塁です。いいプレーです。ツーアウトです。福島から高橋に送られましてツーアウト、そして玉木バッターボックスに入ります。どうしてもアウトコース中心になるのはやはり怖いという思いがあるからですか。そうでしょうね。ただあの菅生の選手は見極めが効きやすくなりますからね、はい、外のボールに対して。あ、そうですね、はい、引っ張ったで、あ、三遊間抜けていきます。痛烈な当たりです。
2アウトランナー1塁です。さあ今の場面です。打球は鋭いですね。スライダーが真ん中入ったんですかね、ちょっと高めの。はい、2アウトランナーが1塁です。バッターボックスには森下、杉崎と続きます。クリーンナップです。どこかでやはり1球投じる勇気といいますか。そうですね、はい、胸の高さでもどこでもいいんですよ。1球放っておくことによってだいぶ違うんですけどね。なるほどね、はい、見極められる前に1球投じると。そうです、はい、今なんか2アンですから、ここで近め1球ボール球放っておくのがいいと思うんですけどね。なるほど、ランナー走ります。右に持っていくライトへの当たり、こいつ、その間にランナー三塁ベースを蹴って今ホームに向かって、先制点は東海大菅生であります。風ですね、やっぱり風が今ね強く吹いてますんでね、ライトのエラーということで1点が入ってしまいました。さあ5回の表です。追いかけます中央大学杉並高校です。粕谷からです。6番の粕谷、インコースです。ここはよく見ました。先頭打者がまず歩いた。さて細田さん、はい、ここですね、はい、さあバッターボックスに奥山が入ります。ピッチャーの奥山、バントの構えを見せる。バントした。ファーストに送ります。送りバント成功。いいバントですね、はい、しっかりと送りまして、ランナースコアリングポジションです。足があります、この浜田。ストライクが先行する。低めに集めています。得点圏にランナーを背負って広瀬君がどういうピッチングをするかですよね。そうですね、はい、初めてのスコアリングポジションです。アウトコースに構えています。ツーボールツーストライク。どうでしょう、ランナースコアリングポジションに背負っての広瀬君の投球というのはどうですか。なんかちょっと変わりましたか。はい、やっぱりね、左バッターということで、はいはい、やっぱり1、2塁間の方に打たせたくないというような気持ちが強いようなピッチングをしている感じですね。ほうほうほう、あっと空振りだ、三振。そしてバッターボックスには福島、なんとかセカンドランナーを返したいところです。5回の表、中央大学杉並高校、ワンボールワンストライク。投球今度が3球目、ツーアウトランナーが2塁です。ボテボテの当たり、これはどうか、面白い当たりですが、どうかヘッドストライク、ああセーブだ。うわー、もう全力疾走。これはもう打った、走った福島を褒めるべきですか。そうですね、足は速いですね。速いですね、はい、その場面です。ちょっと見てみましょう。ボテボテの当たりでした。ファーストがダッシュして、そしてパスをするんですけど、ああ確かに足が速かったですね。小田村君がですね、はい、取ってから 1,2 歩コアソベース方向に走って、うん、下からトスの方が速かったかもしれないですね。あ、なるほどね、はい、さあトップに変わりまして、吉川、今日まだヒットがありませんが、この夏は非常によく打っています。ランナー三塁一塁、同点のチャンスをつかみました。中央大学杉並高校です。初球はストライク。セカンドの頭を越すことができるか。まあ、ツーアウトですから。そうですね、ヒットさえ打たれなければね、はい、さあ同点だ同点だ、そういった思いです。岸川君はここでどうにかしてほしいという気持ちがあるでしょうね、はい、ボール、ちょっとストライクとボールの差が。そうですね、やっぱり得点圏にランナーいますし、ちょっと気負ってますよね、はい、気負ってますよね、はい、まあ、次のボールが甘いボール来る可能性もありますよね、うん、そこを叩きたいところです、キッカーです、はい、あー詰まった当たり、キャッチャーです、取りました。3アウト2者残塁、1対0、依然リードは菅生です。
7回の表、中央大学杉並高校の攻撃です。マウンド上変わりました、広瀬から栗原玲馬に変わっています。ここで変えてきたということがね、はい、どう影響するか。そうですね、はい、先発は広瀬でした。右にこの辺りはどうでしょう、よく取りましたね。ですね、レフトは堀町です。ライトフライです。ライトの堀町がこれをキャッチ、まあ、中大杉並の方の選手がアピチャー変わったらいけるぞという、ね、はい、気持ちになっているかどうかですよね。ですね。広瀬は83球でマウンドを降りました。まあ、ここもなんとか塁に出たいという思いですね、セーフティーバント、はい、いいと思いますね、はい、ワンボールツーストライクです。叩きつけるようなショートです。おーっと、これセーフだ。ちょっと送球がキャッチャー側にそれました。ジャンプ一線取ったんですが、その間に入りました。記録はヒット。まあ、あの位置からでしたらワンバンでファーストへ放った方がアウトになる確率は高いんですけどね、はい、どうしても聞こえますからね、高めに行っちゃいますよね。ですね。さあ、ワンアウトランナーが一塁です。さあ、ここを生かしたいところです。浜田、2回目のバッターボックス。マウンド上この回から変わっています、栗原玲馬です。投球は4球目です。インコース、ピッチャーがこの回から変わっています。まあ、次のボールが近め来ると思うんですけど、はい、どのように、ま、打ちますかね。さあ、ランナーをちょっと警戒しながら、どうだ、ショートへの当たり、セカンド、あーっと、その間にランナーが3塁それぞれ、さあセカンド、そしてサードへと向かう。ここでエラーが出てしまいました。どうしましたかね。珍しいですね。珍しいですね、はい、さて、ここで背番号11番の藤井がマウンドに上がります。やはり出てきましたね、はい、ストレートが速い。速いですね、はい、藤井翔であります。前回1回を打者3人に対しまして2三振ですもんね、はい、はい、さあ、ここで点を与えてはならぬということで若林監督が動きました。広瀬から始まって栗原でつなぎ、そしてここは藤井に任せる、あと3イニング頼むぞという、そういった思いかもしれません、若林博康監督です。マウンド上藤井、その初球です。早いですね、はい、やはりストレートは速い、145キロあります、この球についていけるかどうかですね。そうですね、はい、おお、確かにどうだ、挟まれた挟まれた、うん、あーちゃった、ね、うーん、ということだったんですがね、はい、足がうまかった、はい、あスクイズっていうのもね、はい、もうありですけれども、どうご覧になりました。なんせボールが速いですからね、あれはちょっと難しいかもしれませんね、はい、この球です。ツーボールツーストライク、ツーアウトランナーが三塁です。スクイズ失敗、刺しましてツーアウト。本当にあの大きく見えますよね。見えますね、はい、決してサイズ的には大きくはありません。大きくないですけどね、はい、空振り三振、三塁ランナー残塁。7回の表を終了しまして1対0、1点を追いかけます。その1点は3回にありました。エラーから失点をしてしまったんですが、今度はその1点を取る番です。8回の表、中央大学杉並高校です。あー、ピッチャーゴだ、さばきます、しっかりとさばいてワンアウトです。さて、細田さん、はい、藤井君に対しましては、やはりセンター返しということになるんでしょうか。私はセカンドの頭の方へ、はい、とにかく打つ意識、はい、そうすることによってバットの当たる確率は増えますので、ほうほう、はい、
ましてサードショートの 方だと1点を捕まえるようなバッティングになりますので、なるほど、はい、やっぱりセカンドの頭の方へ右へ右へと打つ気持ちの方がいいと思います、はい、なるほど。そのバッティングができるのかどうなのか。3回の1点が少々重くのしかかっています。そうですね、8回ですからね、はい、重いですね。フルカウントです。マウンド上藤井、先ほどからマウンドに上がっています。打った当たり叩きつけるように、しかしショートです。ショートゴロです。ツーアウト、ピッチャーゴロ、そしてショートゴロ。バッターボックスに増岡。さて増岡君が今日ねヒット2本放ってますから、はい、一つキーマンになり得るとは思うんですけれども、変化球から入ります。8回の表1点を追いかけています。引っ張った当たりは強い、抜けていきます。センター前へのヒット、強いゴロ、振れてますね。ですね、はい、本当に振れてます。3安打です、はい、さあその場面です。叩きつけていきます。ショートの横を破っていきました。そしてバッターボックスね、4番木村を迎えています。待望のランナーが生まれました。強振しますが、どっちかというと短く持って、そうですね、セカンドの頭の上、そうですね、はい、今なんか完全に振り遅れちゃってますよね。そうでしたね、はい、投球は2球目です。アウトコースに構えている、高く上がったこのフライはほぼ正面でしょう、センター。眩しい、うわ眩しい、あっと、いやこれ今ねまさに、あ、はい、同点のホーム、今ちょうど細田さんがおっしゃられた、はいはい、眩しいんですね。そうですね、重なりましたね今ね、はい、太陽ですね、あこれはセンターフライかな、もう終わったかなと思ったんですが、ここに来て、はい、同点。野球は何が起きるか分かりませんからね。本当ですね、はいはい、いよいよ9回の裏ということになりましたね。そうですね、はいはい、1対1の同点。薄井からです。今日はヒット1本放っています。1対1の同点、混戦模様です。9回の裏、さあこちらは菅生のナインです。見つめる若林監督、中日ドラゴンズでもプレーした経験をお持ちの若林監督であります。これは鋭い打球はどうでしょう、ワンバウンドヒットになりました。センター前ヒットであります。薄い、ちょっと高かったです ねボールが、はい、さあその場面です。ちょっと高 高いです、ね、はい、その打球を捉えましてノーアウトのランナーが出ます。まあ、東海大菅生としてみればもう1点取ればいいわけですから ねやっぱりしっかり送ってくるでしょうね、はい、バントした、ピッチャーの前だ、間に合いませんでしたかね、間に合わないですね、はい、さあランナーが進塁、さよならのランナーであります。このランナーを迎え入れれば勝ち。高く上がったセカンド、セカンド、どうだ、あさあその間にどうだ、ここで三塁止める、これはどうでしたか、やはりこれ今太陽とちょっと重なったのか、それとも太陽というかですね、センターがもう近くまで来てますんで、センターが大きな声を出して、はい、取らなくちゃいけないですね。あーなるほど、はい、彼前まで来てましたよね。そうなんですよ、はい、やっぱり後ろの打球でセンターが取れるものは全部センターが取らなくちゃいけないですね。あーなるほどね、やっぱり声の掛け合いだと思いますね、はい、大きいですね、あこれ大きいですね。ワンアウトランナー一塁三塁です、はい、サヨナラのランナー三塁だ。バッターボックス、中学校時代アンダーフィフティーンに2度選出されている1年生の福原誠也、さあ大きなチャンスの中で巡ってまいりました。もう、まあ、奥山君はじっかり、はい、時間をかけてやらないとダメですね。ですね、はい、あーこの当たりはどうだ、レフトへの当たり、レフトバックする、バックして、あー三塁ランナーがゆっくりとサヨナラのホームをつきます。
最後の最後、福原のタイムリーが生まれまして2対1、菅生がサヨナラの勝利を収めたわけであります。